皆さん、こんにちは。威厳がある厳しい母親役や大奥シリーズに出演する、品格があり、凛としている女性のイメージが強い実力派女優の鷲尾いさ子さん。今日は鷲尾いさ子さんのことについて紹介します。まずは、鷲尾いさ子さんの経歴とプロフィールから紹介します。雑誌に掲載されたスナップがきっかけとなり、芸能事務所にスカウトされた鷲尾いさ子さん。1983年から女性ファッション誌の表紙モデルを長年務めた後、1985年に全日空のキャンペーンガールに抜擢。1986年には映画「野雪山雪海辺雪」で初主演を務めています。映画初主演にしてヌードを披露するなど、体当たりの演技が評価され、スポニチグランプリ新人賞を受賞。同映画が女優活動の足がかりとなりました。モデルと並行して女優としても活動するようになった鷲尾いさ子さん。1989年にサントリーの清涼飲料水、鉄骨飲料の CM に出演したことで大ブレイク。同年に伝説の深夜番組、午後11時のレギュラーにも抜擢されると、1992年にはドラマ、派遣 OL 物語で初主演。その後も数々のドラマや映画に出演。1995年にはドラマの共演で知り合った中村徹さんと結婚されています。こうして見ると1986年の演技への挑戦と1989年の CM 出演が鷲尾いさ子さんにとって大きな転機となったことは間違いないでしょう。新潟県新潟市出身の鷲尾いさ子さん。高校は新潟県内で唯一の女子校である新潟清新女子高校に通っていました。スカウトされた時はまだ学生だった鷲尾さん。東京で仕事がある時だけ上京する生活だったそうで、中退や転校することなく新潟清新女子高校を卒業しています。主な出身者には漫画家の七南桐子さんがいらっしゃいますね。彼女といえば、2003年には市川美香子さん主演で、映画化されたブルーが代表作として挙げられます。この映画のロケはほぼ新潟市内で行われていましたので、鷲尾いさ子さんがご覧になったら懐かしさを覚えたかもしれません。また同校は校訓の一部に愛の人であれという文言があるそうです。そういう意味でかはわからない部分ですが、中村徹さんと結婚されています。二人の娘さんに恵まれ、特に長女は芸能界デビューされましたね。身長176cmという長身モデル、ミオさんです。鷲尾いさ子さんは1983年に雑誌総演でモデルとしてデビュー。その後1983年1月号から1984年12月号まで24ヶ月連続で雑誌総演の表紙を務めた歴代最長記録を残しています。1986年からは女優としてドラマや映画にも出演するようになった鷲尾いさ子さん。1989年に出演したサントリーの清涼飲料水、鉄骨飲料の CM でブレイク。バラエティのレギュラーや写真集発売など一躍時の人となりました。そんな鷲尾いさ子さんは1995年に俳優の中村徹さんと結婚しています。1992年の NHK 大河ドラマ信長と TBS のドラマ俺たちルーキーコップって共演歴がある2人。当時中村徹さんが鷲尾いさ子さんを食事に誘ったそうですが、断られてしまったそうです。中村徹さんはこの頃から鷲尾いさ子さんのことが好きだったのでしょう。それから2年後、偶然テレビ局で再会したことで急接近。間もなく交際が始まり、10ヶ月後に結婚となりました。美男美女で共にスラッとしたモデル体型の中村徹さんと鷲尾いさ子さん。当時は芸能界で一番背が高い夫婦とも呼ばれました。芸能人の結婚だと何カラットもある豪華な結婚指輪や派手な挙式が注目を集めるもの。ところが、中村徹さんと鷲尾いさ子さんは、婚約指輪も結婚指輪もまだ、今のところ式の予定はないと語っており、芸能人カップルのおける地味婚の走りと言われています。芸能人らしくないところも人々の共感を集め、理想の夫婦と言われる中村徹さんと鷲尾いさ子さん。
夫婦で株式会社キテオを設立し共に所属。2004年から2008年まで花王、メリットの CM で夫婦共演するなど公私にわたるベストパートナーとなっています。1995年9月5日に入籍し結婚会見を行った中村徹さんと鷲尾いさ子さん。この日は中村徹さんの誕生日でもありました。2人ともあまり雄弁な方ではありませんが、中村徹さんが全部が好きといえば鷲尾いさ子さんも私も一緒ですと語るなど、ラブラブなことは十分伝わる会見でした。終始喜びいっぱいの結婚会見でしたが、途中で鷲尾いさ子さんが涙を流したことが大きな話題となりました。当時人気絶頂だった中村徹さんと鷲尾いさ子さん、交際が発覚すると世間が大騒ぎとなるため、親しい人たちにもバレないようにしていたそうです。中村徹さんは危ない刑事の共演者であり、プライベートでも仲が良い舘ひろしさんにも交際の事実を明かしていなかったといいます。10ヶ月という長期にわたり交際をオープンにできなかった2人、この日が来るとは思っていなかったと語り、は鷲尾いさ子さん涙を流しました。結婚したことで中村徹さんとの仲を公にできる安心感もあったのでしょう。自由に恋愛ができないなんて芸能人は大変ですね。誰もが幸せに暮らしていると思った鷲尾いさ子さん、ところが2013年に数年前から闘病中で、一人では外出が困難になっていると報じられました。鷲尾いさ子さんが闘病中の病気は原因不明の難病、病状が進行すると歩くことや話すことも困難になるとも言われています。当時娘がまだ小さかったこともあり、送り迎えや行事の参加、家事を中村徹さんがほとんど全て言っていたそうです。かつてベストファーザー賞を取ったことがある中村徹さん、俳優として働きながら家事もこれだけこなせるなんてまさにベストファーザーです。闘病中と言われる鷲尾いさ子さんですが、病状は公表されていません。ですが報じられている症状からいくつかの病名が噂されています。その一つが ALS。 ALS は筋肉に指令を出す神経が障害を受ける病、脳からの指令が筋肉に伝わらなくなることで筋肉が痩せていき力が出なくなってしまうというもの。進行が進むと歩行や会話、食事だけでなく呼吸も難しくなってしまうそうです。その一方で筋肉が関係しない視力や聴力、内臓の機能には影響が及ばないことはほとんどないようです。報じられている症状からすると、鷲尾いさ子さんが闘病中なのは ALS の可能性はありそうです。ただ日本では ALS は50から74歳に集中していると言われています。1967年生まれの鷲尾いさ子さんは2013年時点で46歳、その数年前から闘病中と考えると40代前半で病にかかったと考えられます。そう考えると鷲尾いさ子さんが闘病中なのは別の病気ではないかと思えてきます。ギラン・バレー症候群も鷲尾いさ子さんの病気と噂される病気です。神経疾患の一つであり、日本では指定難病となっているギラン・バレー症候群、四肢に力が入らなくなったりしびれたりといった症状があり、病が進行すると呼吸機能にも影響が出ることもあるようです。 ALS との違いの一つに発症するまでの期間が挙げられます。 ALS は年単位でゆっくり進行するのに対し、ギラン・バレー症候群はインフルエンザなどの重い病気にかかった後、何らかの理由で免疫システムに不具合が起き、数週間で症状が現れるといいます。子供からお年寄りまで全員がかかり得る病気で、日本の平均発症年齢は39歳だそうです。症状と鷲尾いさ子さんが病気になったと思われる年齢を考えると、ギラン・バレー症候群の可能性は高いのではないでしょうか。いつか鷲尾いさ子さんが病を克服して病名を公表すれば、同じ病気で苦しむ人たちの希望となることでしょう。一日も早くそのような日が来ることを願わずにはいられません。鷲尾いさ子さんの病名は ALS やギラン・バレー症候群の他にパーキンソン病の可能性もあるようです。パーキンソン病の症状としては、静止している時に手や足、顎が震え、何かをするために動くと震えが止まるという症状があるようです。また
筋肉が硬くなったり、動き出すのに時間がかかり、全身の動作が鈍くなるということがあります。筋肉に指令を出し、体の動きをスムーズにするという脳のドパミン神経細胞が壊れることで、このような症状が起きるのだそう。病気が進行すると、関節が変形したり、臓器に影響を及ぼすこともあるという怖い病気です。このように鷲尾勇子さんの病名は、ALS やギランバレー症候群、パーキンソン病と噂されているのですが、公表されていない以上、全て憶測の域を出ません。中村徹さんは2013年のインタビューで、鷲尾勇子さんの症状について、病状がいい時もあれば悪い時もあり、歩くのもやっとの時もあると明かしています。これだけを聞く限り、難病というより治る可能性の高い精神疾患という可能性もなくはないです。2023年現在の鷲尾勇子さんの病状がどのようなものなのかは明らかにされていません。ですが、中村徹さんが最近飲み会に顔を出すようになったという情報がありました。鷲尾勇子さんが病気になったのは、二人の娘がまだ小学生と幼稚園の頃。そのため、娘たちの世話や学校の行事に加え、家事や鷲尾勇子さんの看病をしていた中村徹さんは、ドラマの打ち上げなどは一切参加せず帰宅していたといいます。しかし、最近は少しずつ飲みの席にも参加しているということは、鷲尾勇子さんの病状は以前より良くなっているという可能性も考えられます。もちろん、幼かった娘たちが大人になり、家事などを分担できるようになったということもあるかもしれません。いずれにしても、医学は日進月歩で、進行を遅らせる薬なども進化しているでしょう。鷲尾勇子さんのはっきりとした病名は分かりませんが、一日も早く難病の治療法が見つかることを祈りたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。